中日の石川荒野内野手が26日、名古屋市内の選手寮、小流館で契約公開交渉に臨み、現状維持の年俸3000万円でサイン、金額は推定した。今季は開幕を2軍で迎え、82試合で打率2割7分2輪、4本塁打、25打点の成績に思うようにいかなかったと悔しさをにじませた。だが、9月15日の巨人戦、 東京ドーム以降は4番に座りアピール。シーズン途中から後半はいい状態でやれていた。直球を捉える確率は去年よりもいいし、来年に活かせるようにとうなずいた。周期キャンプ中に痛めた左手首についてはもう痛みもない。徐々に状態を上げていけたらと解放に向かっている様子。 来期の4番は石川荒野で行きたいと話す井上新監督の期待を背に、勝負の6年目へ、レギュラー争いに負けるつもりはない。まずは全試合に出て、80打点を目標にやっていきたいと決意を新たにした。